どうも毎週木曜日ね、毎週木曜日できてないですけど、紙芝居の時間です。ザ・ファミリー。原作、絵コンテ、正上流鵬。ね。この物語は、ある家族の愛と絆を主題とした感動の物語である。ね。はい。そして、てってってってて第3話、バーン、ドリルマリン戦登場。はい、やってきました。どう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 ねえ、いきます。ここは海の秘密基地ね。555、これ陸で、ここ海なんですよね。で、ここ扉が555555って開いてますね。はい、どうなるんでしょうか。進路クリア。敵がいないとでも言うのか。ドリルマリン戦出まーす。ドリルマリン戦が基地からドドゴゴゴと出ましたね。これ海で陸でね、これね、基地ですね。はい、それからどうなのか。だーん、はい。ここは航空秘密基地。各員発進準備で、ね、ドリルマリン戦が盾になってますね。はいね。航空秘密基地の管制塔でございますけども。はい。で、ドリルマリン戦発進、ラジャー、ドーン。いや、飛んでいくんですね、ドリルマリン戦。海だけでなくね、で、空も飛べるというね、画期的な船でございますね。そしてどうなるか。そしてどうなるか。ここは陸上秘密基地。こう、陸、丸陸に丸日なんでね。各員、出動準備。いつでも出動できます。準備完了。ね、もう、やる気満々ですよ。本当に。それで、こうもう準備完了です。もうね。はい。完了です。そしてですね。全部隊出動出ます。ゴゴ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 とね、あ、こう、地を這うようにし、走、ゴゴ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 からの、あ、海来ました。ね。空来ました。陸来ました。次は、はい、ここはね、なんと、地下秘密基地でございますね。はい。発信用意って、ここね、こうなんかほら、こうなっててね、こうなっててですね、ここにこうね、柱のようなものを支えて、こう、地下があってね、こうね、ドリルマリン戦がこう、地下に向けてこう、ずっと並んでるんですよね。ほんで、発信用意、発信準備完了みたいなね、もう出ます。もう出れるんですよ、これで。からのどうなるか。発信で司令塔が言ったら、発信します。ゴゴゴゴゴゴ、どんどんね、ドリルマリン船がね、あのね、地下に潜っていきます。これ、地下にも潜れるんですね。素晴らしい機能を持っているね。もう空に、陸に、海に、地下に、ね、これもすごい高性能なね、船なんでございますけどもね。はい、問題は、数多くのドリルマリン船が秘密基地を出た。果たして、ドリルマリン戦は敵なのか味方なのか。敵かな？味方かな？敵かな？味方かな？どっちだ？ねえ、どっちなんでしょうね。これだけの多くのドリルマリン戦を量産に入ってますね。そしてついに、その時がやってきた！ダダダーン！出たー！化石怪獣が飛んでるぞ。化石怪獣が攻めてきた。これからどうなるんだ。やばい。あー、化石怪獣の軍団だ。ワー君大ピンチ。ワー君が、あ、大ピンチだ。どうなるんだ。前線攻撃準備、秘密基地。あ、これね、あれですね。本当に。パパですね。
博士パパですよ。博士パパが秘密基地にいるということは、これはです、前線、つまりこれ、ドリルマリン戦のことですね。ドリルマリン戦を出撃のね、させた総司令官っていうのがね、実は博士パパだった。つまりね、博士パパが出撃ということは、ドリルマリン戦は、味方でしたね。よかったですね。よかったです。ドリルマリン戦は、ドリルマリン戦を味方でした。もうこのシーンでもわかるんですね。ここで。ねえ。いや、ここで、ね、ついに激突するわけですよ。何が激突するかね。ラジャー、ボーン、ボーン、バーンとね。やる気満々、戦闘体験です。攻撃準備完了でございます。もうすでにね。はい。人生、何が起こるかわかりませんね。皆さんも気をつけてください。手に油がないからなかなかね。おしまい第1に4に。どうだったでしょうかね。まあすごい展開になってきましたね。まあドリルマリン戦がね、出てきたんですけども、ドリルマリン戦は味方でしたね。よかったですね。ドリルマリン戦、これね、強そうですよね。ここにドリルがついててね、羽がついてて、ここにジェット噴射がついてるんですね。これを推進力としてね、これでバランスをとって、これで何かね、ぶつかりそうだったら、これドリルで穴を開けていくというね、とんでもない機能を持ったドリルマリン戦ですけどもね、基本的に船なんで戦艦ではありません。ね、平和のために作って、あのね、博士パパが一生懸命ね、開発した船でございます。これがね、もうやむなしに、残念ながらですね、あのね、もう攻撃しなきゃいけない。ね、この何ところにこのね、ついにその時やってきた、このね、化石怪獣軍団ですよ。この化石怪獣軍団、ドドドって来てる。このね、大軍とですね、ドリルマリン戦がね、こうぶつかり合うね。次回をお楽しみに。いかがだったでしょうか？これさ、書くの結構時間かかるんだよ。あのね、見てる方はね、ああ、あっという間じゃんみたいな感じだけど、これね、これ書く方大変だからね。だから、ね、毎週出そう思ったって、もう月に1回か2回ぐらいしか出せないペースになってて、ちょっと困ってるからちょっと頑張って、ね、最近はライブ中にも書いてるというね。誰かと LINE 電話をしてる時もね、書いてるという、そういう状況に追い込まれてますが、いかがだったでしょうかね。ザ・ファミリーね。第3話終わりましたけどもね。まあ、かなりね、あの、急展開になってきたと思いますね。やっぱり、ね、マー君のお家の中からね、まあ、学校に広がり、そして今ですね、もう、世界に広がってきてる。ね。だんだんワールドが広がってきてね、いろんなことが起こっていくというね、ザ・ファミリーでございますけどね。皆さんね、また来週も楽しみにしてください。今日はね、ぶっちゃけトーク、辛くて10分できなかったです。8分少々でごめんなさいでした。それではまたね、第4話で会いましょう。またねー。